はい皆さんこんにちはアルジェント研究会の矢沢です今回はですね、えー、ホラー秘宝祭2023というのがね、あのー、10周年ということで開催されますのでまあ、その中でもですね、えー、ダリオ・アルジェントのオペラ雑誌の合催ですねこちらも 4K リマスター版ということでですね、えー、上映されるということでですねまあ、今回はそのホラー秘宝祭のラインナップについてですねその概略をお話ししてみたいと思いますはいアルジェント研究会のチャンネルではですねまあ、このような形でホラーだったりダリオ・アルジェント作品だったりですね まあそんなところをいち早くご紹介すると同時にですね、一歩踏み込んだ解説だったり考察をやっていこうというスタンスでですね、チャンネルを運営しておりますので、まあ、情報を逃さないためにもですね、ぜひですね、チャンネル登録の方をしておいていただければと思います。はいえっと、それでは早速入っていきたいと思いますホラー秘宝祭りていうね、2023年、えー、10周年、もうすごいですね、10周年もやってるという、ね、形で、まあ、ホラーといいますかね、まあ、ホラー秘宝だけあってね、ホラーに特化した、えー 映画祭っていいますかね、特集上映ということですね。まあ,あのなんか映画祭って言うとね、作品を公募してみたいなね、グランプリを決めるとかっていう形でしょうけれども、これは秘宝祭りだけあってね、まあ、あの過去の名作が中心になりますけれどもね、まあ、そんなところを中心にですね、まあ、こうなんていうかな、ね、一歩、こファン泣かせと言いますかね、そういうような作品をね、こういいセンスでね、ピックアップしてくれているというような感じがしますのでですね、ぜひね。 こちらの私も楽しみにしているんですけれども、あの、まあ、上映作品ね、今回はなかなかね、あの、まあ、巨匠たちという形で、ですねこれがメインに置かれている3本があって、あとは過去のね、えー、キングレコードの蔵出しみたいな作品もありますし、ですねなかなかね、あのいい作品揃っていると思うんですけれども、一、まあ、つずつね、見ていきたいと思います。まずですね、ダリオ・アルジェント監督のオペラ座、血の喝采ですよね。 4K リマスター版ということです、ね、まあ、これはあの必ずしも、ね、劇場によっては 4K で上映されるわけではなくて、ね、まあ、2K という形での上映になるというふうにあのホームページには書いてありますけれども、1988年の作品ですよね。でまあ、ある意味ですね、ダリオ・アルジェントでいうと最後の輝きっていうと言葉が、ね、この自虐的になりますけどね、あのーまあ、明らかにねあの絶頂期というとね、ねおそらくまあ最初の動物散布作ですよね、あのー、喜びの牙を。えー 私は目撃者4匹の早ですね、まあ、こちらが初期三部作動物三部作と呼ばれてますけど、まあ、その時にねすごく、あのー、すごい才能のあるね監督が現れたということでやっぱりこう世間を騒がせると言いますかね、まあ、いわゆるこうホラー映画業界サスペンス映画業界にねもうイタリアのヒッチコックだみたいなね 言われれ方をされてですねすごい才能のあるね映画監督が現れたというような形でこうすごくヒットしていくわけですよね。でそんな中でねあのテレビにもダリワルジェントを進出していくというところで4作目にね「ビッグ・ファイブ・デー」という歴史ものを撮るわけですけどもちょっとそこでね軌道修正を図ると言いますからまあ紆よ曲折だってね撮らなきゃいけなくなったという話ですけれども、まあ、そこでねちょっとこうあの興行的にも失敗して作品的にもねやはり作品評価的にもうまくいかなかったというところでですね、えー まあ、第4作第5作になるんですかねあのサスペリアパート2ですねプロフォンドドットそちらでですねやっぱり会心の一撃みたいな形で1975年あのすごい映画を撮ったということでまあ、空前の大ヒットになるわけですね音楽なんかもすごく売れていくということで、まあ、ダリオラジェントの凄さというのがそこで認識されるそして77年に、えー、サスペリアですよね、まあ、こちらもねやっぱりこうオカルト映画ということであの今までのねジャンルからはちょっと ズレてるような形で、まあ、完全なねあの怖がらせ的な要素が非常に強い作品ですけれども、まあ、こちらもねやっぱりこう、えー、イメージがねもう極彩色の色彩だったりねゴブリンの音楽だったりやっぱりこう奇想天外な、えー、とショットですよねそういったところも含めてですねやっぱりこうすごい作品歴史に残るね映画史に残る作品だということでやっぱりこうますますねアルジェントというのは素晴らしいと世界的に見るとね、まあ、日本でもねサスペリア大ヒットということになるわけですよねでそんな中でね、えー、ゾンビのプロデュースをやっていく とということですね70年代後半ですね。そして80年になってインフェルノという形でですねインフェルノ魔女物の,の日,本日本名を取っていくというところであのまあ、これもそんなにヒットと言いますかねあのするわけし,したわけではなくてですねアメリカでもねあの事実上映画公開されなかったということでまあ、いわゆるこう、えー、とビデオするみたいな形にはなってしまったんですけれどもやはりね作品的にはすごくねファンが多いですよね。その後あのシャドウであったりねフェノミナだったりということでやはりこう あの素晴らししいいい作品を出していくととうことですねまあ、そんな中でねホラ、えーほら映画の「オペラ座」ぐらいまでがねやっぱりこうある意味絶頂期だったというあり方をするのがやっぱりこう共通な視点ですねその後トラウマであるとかねあのー、いう作品だったりあのー、を撮っていくわけですけども「オペラ座の怪人」とかねあのスタンダルシンドロームとかねいろいろあるわけですけどもですねまあ、そういったところでちょっとずつねあのー まあ作品的にもちょっと恵まれなくなったなみたいな言われ方することが多いし客観的に見るとですねそういう評論が出てねあの作品の何すかねそのいわゆる興行成績的にもあの絶頂期ほどにはならなくなったということなんですけども、まあ、その中でですね「オペラ座ちの喝采」というのはやっぱりこう制作費もねかなりかけた作品でですねあの豪華絢爛なね何、えー、すかねその映像設計だったりですねそういったところでですよね非常にこうねあの素晴らしい作品でオペラ座の喝采。 特にに目目でですすすよよねね対するこだわりですよ、ね、あのあるオペラ座地の火災ですからねオペラ座でですね、まあ、カラスを使った演技をやあの演出をしている、ね、ところでこの主人公がねやっぱりこのオペラ座のオペラ歌手なんですけれどもねまあ彼女を巡るねあのベティというねオペラ歌手を巡る恐怖を示しているわけですけれども、まあ、そんな中でねあのものすごいねあのカメラワークだったりですね豪華絢爛なこう衣装だったり、えー、撮影のねオペラ 劇場の内部ででったりですね、まあ、そんなところがですね、描かれる作品ということで、あのオペラ座地の喝采のです、ね、非常にファンも非常に多いですね、音楽もね、クラウド・シモネッティだけではなくてですね、ブライアン・イーノであったり、ロジャー・イーノ、その他のヘビーメタルの作品あの曲ですよね、まあそういったものがいろいろ使われていてですね、特にやっぱりね、クラウド・シモネッティとあの、ブライアン・イーノ、ロジャー・イーノの音楽なんていうのもね、素晴らしいものだったと思いますけどね、あのちょっとどちらかというとアンビエントミュージック的なね、 もものも込められていていですねあのすね素晴らしいい作品だ,だと思いますでそんなところがね1988年ということですのでね、まあ、この辺ねだから70年代後半がこうダリュワル・チェントル絶頂期だったとするとねやっぱり80年代前半というのがやはり佳作をねたくさん連打していくというような形で80年代過ごしていくわけですねで80年代以降、まあ、90年代に入ってからねちょっとあの作品的には、ね、失速していくというような言われ方をされますけれどもですね あのまあ、なかなかいい作品も多いんですけれども一般的に言うとねだからこうある意味最後の輝き的最後の輝きっていうとねちょっと語弊がありますけれどもねそういった形の,あ,のある意味ねあのすごくこう油の乗り切ってる時代というのがこの「オペラ座の」。 がですね、まあ、頂点だったというふうに言うことができるのかなと思いますね。はいこれがね「あのオペラ座地の喝采」ということですのでねまあ、これもねあの劇場で見るということはやっぱりこうしばらくぶりだと思いますのでねあのやっぱりこうなかなかねあの DVD とかブルーレイでは出てはい,いますしですねあのい,いるわけですけれどもでも、まああの久方ぶりにねやっぱりこう劇場で見てみるというのはいいのかなと思いますのでね、まあ、これは非常に期待できるかなと思います。あ、はい、あとですね、えー、と残りのあの 巨匠ということとから言うと世にも怪奇な物語ですねあのこれも 4K リマスター版ということでこちらはですね、えー、1967年の作品でですねまあ、ダリワル・ジェントが70年のデビューですから、えー、ダリワル・ジェントがね監督デビューしてる前の作品にということになりますけれどもですね、まあ、こちらはやっぱ巨匠ですよね監督がね、まあ、世にも怪奇な物語っていうのはもともとのね原作が江戸川アランポの小説をですねあの 映画化しているということになりますけれども、つまり、これのオム,オムニバスということですね、あの短い作品がこう3本連なっているというような形になります。えー、とロジェ・バディムですね、あとはルイ・マル、そしてフェデリコ・フェディリですね、まあ本当にイタリアの巨匠ですよね。まあ、そんなところがね、3人がこうそれぞれね、別の視点から映画を作っているというような形ですよね。まあ、江戸川乱歩のね、あの映画家の短編のオムニバスというとね、ダリオ・アルジェントとね、ジョージ・エロメロが絡んでいるんですね。あの まあ、マスターズ・オブ・ホラーという作品もありますけれどもですね、まあ、こちらはまあそれの走りと言いますかねあのエドガー・アランポールの作品ってねいろいろあの浜浜映画とかで,まです、ね、映画化されてますけどもですね、まあ、こちらは本当にやっぱりこう巨匠たちによるねすごく珠玉の名作ということになりますねでその中でもあの、まあ、イタリアということから言うとねフェデリコ・フェリーニの作品「悪魔の首飾り」という作品がこう非常にねあの他を圧倒するぐらいのねすごい出来で幻想的な作品ですよね あのこれも空港のシーンから出てね空,空港にこうねあの主人公が降り立ったところから始まるわけですけどもですねそこもなんかこう空港がねなんかこう幻想的なところでね、まあ、まさにねこうサスペリアの、えー「アルジェントのね冒頭のシーンにも幻想的な空港のシーンから始まりますけどもですね、まあ、こちらはやっぱりこうちょっとやっぱりフェリーニーらしくてねなんかこう現実感とこう 悪夢、悪夢と言いますかね、そういったものが本当に凝縮されているようなね、素晴らしい作品ですけどもね。まあ、そんな中でね、このいろいろと、こう、主人公自身がね、こう、幻想的なと言いますかね、悪夢に、悪魔というか、そういったものに、こう、悪夢みたいなね、こう幻想、幻想みたいなものに取り憑かれていってしまうというような作品ということになりますよね。も、ま、う、あ、車を飛ばしていったりね、こう、あの、こう、あの、すごいね、ものすごいスピードでね、自動車を飛ばしていくというような、まあ、描写だったり、夜のね。 イタリアをこう走って失踪していくとかというシーンがありますですあるある,あるんですけれどもねまあそんなところがすごく、えー、とストーリーよりもねまあこう例えばこう不気味な少女あの白いね少女がいたりということでですねまあそんなところもねあの見どころではないかなと思いますまあこちらもフェデリコ・フェリーニの作品ですねあのまあ脚本がねあのフェデリコ・フェリーニとあのベルナルディのザッポーニというねザッポーニというのはあのフェデリコ・フェリーニの映画ではねまあ常連の 脚本家ですけれどもベルナルディのザッポーニは、えー、とダリュアルジェントのサスペリア・パート2ですね、まあ、こちらでもダリュアルジェントと共同脚本ということになりますので、まあ、そんなねあのザッポーニの脚本というものの、えー、いわゆる幻想的な部分でしょうかねそんなところをね、堪能することができるかなと思いますあの演出だとかねそういったところも素晴らしいですよね、まあ、これを話してもねすごくねあの長くなってしまうのでこのぐらいにしておきますけどもね世にも快奇な物語特に 1>, 1作目2作目もあの1本目2本目って言いますかねあのパート1パート2もいいんですけどもね特に3作 3, 3本あの3つ目のねフェデリコ・フェリーニの「悪魔の首輪飾り」というあのパートがね非常にこう出来があのいいと思いますのであのぜひ堪能していただければと思いますはいそしてですね「えー、と地獄の斜肉祭」ですね、まあ、こちらが、えー、やはり 4K リマスタン版で1980年の先。 ちょうどだから、アルジェントで言うとね、サスペリアの後、ゾンビが公開されて、えっ、ー、とね、インフェルノが公開された年ぐらいでしょうかね、1980年。で、まあ、あの、アポカリプスといいますか、ね、地獄の尺肉祭というだけあってね、あの、アポカリプスナウというのがね、あの、地獄の目視録ですよね、<laughs> でしたけれどもですね、まあ、地獄の目視録では、この向こうを張ってね、アポカリスプスドマーニというかね、 アアポポカカリリス、ス、明日のアポカリプス目次録っていうんですかね、そんなのがあの現代ですけれどもそれで、ね「悪魔、えー、地獄の斜肉祭」まあこれもあのベトナム帰りのね話であのそこがこう何つかねあの人肉を食べるというかなそんな話なんですけどね食べるようなあの体質になってしまうというかまあそういうあの病気に侵されてしまうってこう人を食べざるを得ないみたいな。 えと機関兵をめぐるねあの非常に恐怖ということですけれどもねアンソニー・ドーソンアンソニー・ドーソンが監督をやってますでえっとですねで、えー、主役がですね、まあ、ジョン・サクソンですねジョン・サクソンはやっぱりね「模様ドラゴン」とかねそういったところのやっぱりこう印象が強いかなと思いますけれども、えー、とダリオ・アレジェントの作品だとねシャドウですねシャドウの,あの、えー、出版エージェントの、ね、役をねジョン・サクソンがやってますけど、まあ、あの地獄の目視録だとねあのちょっとまた別ちょっと変わったね あとえーえー、っとねど,うあのどの辺にしようかな、まあ、ジョン・モーゲンも出てますしあと面白いところでですねあのダリオ・アルジェントの2作目のね「えー、っと私は目撃者にこう」に小さいねあの主人公のめい、えー、っ子になるのかなあのロリーというねあの小さい子供が出てましたけどもですね、まあ、そのチンチェデ・カロレスというのがね、まあ、かなり大きくなってね隣の家のお姉さんみたいな役でね あれがね、えー、と80ですから、えー、とあれですかね私はゃ千九1971年ですから、まあ、9歳9年後にねかなり成長してるっていうことにな、ね、る当然なるんですねそんなところをねこれ見せてくれるとねちんちんちいゼカロレスがね、えー、ちょっとちょっとなんですかねあの変わったお姉さん役というかねあのもうかなり成長したね、えー、やあの役どころを見せてもらいますのでそんなとこもねちょっと あの見,過ごし見過ごしやすいのでねチェックしてみると面白いかなと思いますね。はい、これがねあの巨匠といいますか、ね、オペラ座地の活才よにも怪奇な物語「えー、地獄の黙示録」というような感じなんですけどもあとですね今度はあのキングレコードの蔵出しみたいな形の作品がね上映されるんですけど、えー、とちょっとこちらもね軽くご紹介しておきたいと思います。えー、とまず1本目が「マジック」1978年になりますかね。まあこちらがあの まあ、リチャード・アッペンボローというとね、あの名称といいますかね、もうサーっていうかあの、イギリスのね、監督ですけどね、あのサー・リチャード・アッペンボローって言ってね、あのえっ、ー、と、代表作だとあれなんですかね、ガンジーになるんでしょうかね、おそらくね、あのまあ、コーラスラインとかね、そんなのも作ってたと思いますけど、まあそういうね、あのまあ、かなり話題作とか、あのなんすかね、あれいわゆるこう大きなね、大作を作る監督であるんですけど、マジックというのは、まあ、ちょっとどちらかというと小さなね、 あの佳作みたいな形ですけどもアンソニー・ホッピキンスが主人公ですねあとはアン・マーグレットねあとはバージェス・メレディスなんかが出ていますよねまあそんなところでアンソニー・ホップスキンスというのはやっぱりこの映画だとねアンソニー・ホッピキンスのこう演技の凄さというのがねあの私もこれ78年だからその当時ね劇場で初公開時に見た覚えがあるんですけれどもえっ、ー、とねあのなんか手品師で売れない 役だったらホップキンスなんですねねその後腹、ね、話術,、ね、術ってこうねブブ,ブブっとこう人形をね持ってあの人形と喋るっていうねあの人形が喋ってるように見せかけるねそういうあの役ですかねそこで、まあ、あのかなり売れっ子になっていくというあの役どころなんですけどね、まあ、そのうちだからこう簡単に言うとね腹話術の人格とね あの本人の人の格ですね、まあ、こちらがこうある意味二重人格といいますかね人格が分裂してしまうような形でこう殺人を犯してしまうような話でですね、まあ、ちょっといわゆる最古的な話ありますよねこうあの人形の人格とこの本人のね使う方法の人格というのがこう,うまくこうお,あのおかしくなってしまうというか、ね、むしろだから逆に言うと人形を使ってしか喋れなくなってしまうみたいなありますよねあのにあのなんか口下手で喋れないけども人形の口であの喋るとね情熱になるというようなね ことがあるわけですよねまあ、やっぱりこうね、話ちょっとだけ脱線させていただきますとですね、やっぱりこうあるんで、あの、まあ、二重性っていうのはあってね、まあ、いわゆるこう、えー、と人形でしゃべるっていうのは匿名の自分、そしてしゃべるのが本人の自分だとしますとね、例えばこうネットとかでもそうですよね、あの自分だとね、本名でこうきちっとしゃべったり、こう対面でね、話すとなかなかこう言え,言えないこともありますけど、例えばツイッターとかね、とあの掲示板とかでね、匿名で、 えー、書くとこを上になるというかですねすごく過激なことを言ったりすることができるようになるというのはあのおそらくね体験があったり分かるかと思うんですよね。あの本当に Twitter だとね「バリ雑語」を <laughs> 書くようなねあの、まあ、アカウントがありますけども、まあ、実際はね会ってみると全然そういうタイプじゃなかったとかねあの本当に何ですかね自分のことをこう,こう表現できるような、ね、キャラクターじゃなかったりするわけですけどもそういった人がねこう 逆にこう匿名というかね別の人格になってねいろいろ攻撃したりするってことがよくあると思うんですけども、まあ、当然ねその当時この1978年当時にはねどういうあのツイッターもないしこうインターネットのね掲示板というのもないわけですけれども、まあ、そういったものをねあの人形というものを使ってねあの別人格は攻撃的な性格になったりねあの人を例えば口説くとかねそういったこともできるようになってくると自分でないところで別の人格がこう悪,悪いことをしてしま,っしまうとかねあの、えー まあやたら上になるとかね、まあ、そんなところをねあの示してるのがこのマジックなので、まあ、ある意味こう時代の先取りって言いますかね、まあ、いつの時代にも同じなんでしょうけれども、まあ、そんなところをねちょっと感じてる作品ですね今となってみるとねですので、まあ、その当時はねそういうあの別人格なんていうのがネットの掲示板とかね匿名掲示板っていうのはないのであのそこに合わせることはできなかったんですけれども逆にね今となって見てみるとね、まあ、そういった思い当たり 思いいい当たたるるところがあるんじゃないかなみたいなかみ形で評価すすべき作品ではなないいかなと思いますね、はい、でそれがマジック1978年あとはヘンリーですね1986年ジョン・マクノートン監督作品まあこちらあの凶悪犯ですね凶悪犯のヘンリーを巡るこういわゆるこうまあドキュメンタリータッチっていうんでしょうかねまあそういうような作品ということになりますねまあこちらはまあそういう形でまあ当時ねすごく話題となった作品ですのでねまあこれも今見てみる,見るとねやはりこう 別の面白さがあるんじゃなないいいかなと思いますねはい、そしてですね、えー、と、まあ、イタリア映画ということになると「世界残酷物語」えー、1962年そして「俗世界残酷物語」1963年ということで、えー、これはあのヤコペッティですねヤコペッティ監督、えー、パオロ・カバーラとフランコ・プロステリもまあ絡んでるということですけどもまあこれはあのいわゆるね世界の、えー、残酷と思われるね風習だったり、えー、そういうねあのそのそ世界のねまあ奇襲といいますかねあの,あの 奇妙な習慣とかね、そんなものを扱ったこ,うこれもなんかこう芯が通ってると言いますかね、まあ、ちょっとずつ短いね、断片的なエピソードを積み重ねて、まあ、ナレーションで繋いでいくという、まあ、手法を使ってる作品ですけどもね、まあ、だからこうなんていうのかなあの、えー、とずっとこう調査報道みたいなドキュメンタリーではなくてね、まあ、ち,ょっとちょっとずつこういろんなものを作ってね あの撮っていってそれをこう集大成したみたいな形のなんですかねあの総集編みたいな作りをしている作品ですよね。まあ、ただねこの「世界残酷物語」というのはまあ確かにドキュメンタリータッチで作られているんですけども、まあ、当時としてはねあの実はこの「やらせ」ではないかというね「まあ、本当なの?」っていうかこう作ってるんじゃないかとかねそんなような言われ方してこう非難されたというのがあるわけですよね。コペッティはこうだから「やらせ」の映画のこう走りといいますかねそんな形ですよね。 で、まああの、ヤコペテ自身もねたあの、まあ、本当に普通に撮ってたらね大したものが撮れないのでこうわざわざねいろいろといわゆるやらせ写真をみたいな形で、まあ、演出をしていったというのは当然なわけですよね。今で言うとねやらせドキュメンタリーいわゆるモクメンタリーみたいなものとしてねあの見ていけばいいんでしょうけどね、まあ、例えば「食人族」とかね あのそういったものもドキュメンタリータッチで撮られているので、まあ、あれはね、まさか本物だと思う方はいらっしゃらないことは思いますけど、まさにね、ドキュメンタリーのような形で売って偽物だったというのがね、ちょっとやっぱりあのスキャンダラスだったということですよね。だからすごくね、あの評価っていうか、あのなんていかね、たかれたというのはね、当時、あれですね。まあ、今となってはね、これ作り物だという前提のもって見ていけばね、それはそれで許されるんではないかなと思います。で、あの世界残酷の中で1962年、まあ、これの寄せを買って作ったというよりもね、 あの残酷物語って、まあ、先ほど言いましたようにいろんなエピソードを積み重ねていってね適度にこう,うまく編集しているので、まあ、それの使われなかった部分というんでしょうかね、まあ、いろんなものを取った中でね、あのーまあ、いろんなものを世界の、ね、いろいろな風習だったりあのエピソードを取っていく中でね使われなかった部分というのは当然ありますので、まあ、そこをこうねあのまたそこをこうなんかこう廃物利用じゃないですかね、まあ、そんな形で作ったのが続世界残酷物語だというふうに言われてますよね。 でででままあ、そうういいいった形で見てみていればいいと思うんですね、まあ、わずか1年でねドキュメンタリーってできないはずですからね本当に真面目にやればねなのでまあ、そんな形であのー、作られた作品で、まあ、両方見ていくとねあの当時のまあでも今見ると大したことないって言いますかねそのショッキング性とそのそんな高くはないんですけどもその1960年代の前半ですねまあ、その当時ってやっぱこうね世界を見ていくってことだけでもすごかったわけですよね。 あの世界の例えばこうテレビ番組でもね「世界の旅」みたいな「金高薫る世界の旅」とかねそんなのがあった時代ですからねあのもう世界のいろいろな風習を見るだけでも楽しいと言いますかねあの見聞を広めることができるという時代でしたのであの、まあ、そんな形でね、まあ、本当にながらこれもちょっと雑誌しちゃったら世界のもともと映画の起源っていうのもそうですよね列車の到着だとかね、まあ、世界のいろいろなね、まあ、観光映画と言いますかね世界のいろいろな あのところへ行って、それをこう映画で公開していくというのが、一番最初初期の頃ですよね。あの1900年、えー。当初のね、映画というのは、そういったあの世界中のこう。い行けなかった場所を、映画という装置を使ってみることができるというのが、こう映画講業のね。あの初期のことの形態だったというふうにね。あの伝えられていますので、まさに、まあ、それに。言えばね、そのもともとのね。あのニュース映画だったりですね。そういったあの世界の。あの。 まあ、観光映画的な、ね、ものをこう、えー、1960年代前半に持ってきたのがこの世界残酷の物語だということでですね、う本当にこう映画の起源に忠実だとも言えないわけではないんですけどね、ちょっとそうすると言い過ぎかもしれませんけどね、それがあの世界残酷物語で、まあ、こんなのが、ねえー、公開されるということですね。まあ、これも、ねあのえーとまあ、ネット上で見ようと思えば見れるのかもしれません。ネットとか、ね、あのソフトはあるのかもしれませんけど、劇場で、ね、見てみるのもまた一つかなと思います。はい、であとですね、えー、とその他の えとこちらですかね今までのねホラーヒーの中の人気が高かった作品としてですね、えー、フランコ・ヘネン・ロッタのバスケットケースですね、まあ、これはのシャム・ソーセージのね、えー、と兄弟の話ということで、まあ、これも同じ目だと思いますしね、あと、アクバ・ロ・ハッカバーですよね、まあ、ゾンビものですね、ホルフグローのね、まあ、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドをこうイタリア風といいますか、スペイン風みたいな形で焼き直したような作品というふうに言えばいいでしょうかね、まあこれもすごい怖い作品ですよね。あと、血塗られた墓標、えー、マリオ・バーバーですね。 これもアルジェント以前のねやっぱりこう、えー、とジャンル映画だったりねイタリアンホラーの父みたいな形の作品をこう見てみるということですね。あとはルチオ・フルチの「ビヨンド」ですね。まあこれもビヨンドはあれかなルチオ・フルチの中ではやはりね私も1・2を争う出来のいい作品だと思いますね。まあ私はおそらくね「ビヨンド」とあれかな、えー、マッキラかなあのルチオ・フルチの2つあげろと言われたら、まあ、サンゲリアも好きなんですけどね。あ,のある意味あの ビヨンド、えー、マッキラーそして何だろうなもう一つ入れると何でしょうかね、まあ、幻想写真ぐらいかなあのまああ,のある意味正当はと言いますけど私語の美の作品という点ではねそのぐらいあげたいと思いますけどあとはまあ、えー、とゾンビ以外というかねそんな感じ、まああのビヨンドという作品がまあこれは比較的ねあの手堅いわけではないんですけどあのいわゆるね古地のなんかこうホラーの面でのねちょっとこう世界をね怪物見させてくれるこう 終末感的な、ね、ものがあるような作品だということですね。あとは、ジョージ・エイ・ロメロの、ね、ザ・クレイジーズですね。まあ、これ、最近兵器のね、話ということになります。まあ、こちらも、はい、あの、どれを撮ってもね、まあ、傑作という感じになりますのでね、見ても損ではないというか、むしろね、あの、大きなスクリーンで見たいなって感じですよね。はい。あとですね、その他のシッチェス・ファンタスティック・セレクションということで、まあ、シッチェス国際映画祭ですよね。あの、スペインで開かれてるね。まあ、あちらの えっと、作品から、あの、セレクションした作品ということで、えー、上映されるということで、まあ、こういったね、多彩なラインナップになっていてですね、えっ、ー、と、まあ、一番、こう、あれですかね、あの、メインとなるのが、あの、ケナか大りですね、大りにあるあの映画館ということになります。あとは、アップリンク吉祥寺シネマスコーレ。えっ、ー、と、まあ、東京吉祥寺ですね。あとは、スネマスコーレ、名古屋ですね。であと、シアター遊び場は大阪の方ですね。あと、アップリンク京都。で、KBS、KBC シネマ。 福岡ですかね、まあ、そんなところでですね、まあ、全国各地というところで、まあ、上映されていくということですので、えー、とこちらもねあのどこかの近くであのご覧いただけるんではないかなと思います、あ、全てがね、えー、と一部のところではこう全部が上映されるわけではないのかもしれませんけれどもですねあの、えー、各映画館で,ですね、まあ、このホラー、えー、秘宝祭2023というか行われるということですのでですね、まあ、あの目星作品を、ね、ぜひご覧いただきたいと思いますなんか5本見るとあの6本目が 無料になるとかっていうキャンペーンもやってるという話なので、ちょっと詳しくはね、あのホームページとかで検索していただければと思いますけれども、まあこんな形でね、非常にこう、えー、どれをとってもと言いますかね、まあ、この辺はあれですかね、どれをとっても外れのない感じはしますね。特に私はこう、ペラザ地の合戦見たいし、世にも見たいしですね、地獄の社に来たりもしばらくぶりにこう、劇場で見たいって感じはしますしね。えーと、あとマジックもなんか懐かしいですね。えー、残酷物語も見たいし、なんかまあ、 この辺の先もね、あの、すごく、あの、劇場で見るというところだとすると、悪魔の墓場とかね、チェネラルット防御、ビヨンド、クレイジーだとかね、すごくいいかなと思いますので、まあ、あの、一つですね、あの、全部見るという方も、つわものもいるかもしれませんけどね、まあ、ぜひね、えー、全部見ることはお勧めはしたいな <laughs> と思いますね。はい、えー。ということでね、今回ちょっとあの、オペラたちの喝采の最上映といいますかね、これをちょっと皮切りにですね、 まあ、いよいよ解禁になりましたのでね、お話をしていきたいと思います。あと、まあ、その他ね、えー、いろいろありますのでですね、まあ、こんなところをね、チェックしていただければと思います。はい。えっ、ー、と、それではね、今回は、えー、ホラー映画、じゃなくて、ホラー秘宝祭り2023の、えー、ラインナップですね、まあ、それの概略ですねごご、ご紹介させていただきましたのでですね、ぜひね、あのー、劇場にですね、私をお運びいただけると面白いんではないかなと思います。はい。えー、今回は以上ということになります。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。